岩谷産業さんのブースに来させていただきます。玄関の岩谷産業さんでございます。はい、岩谷産業が描く将来のですね、水素社会のイラストというものを描かせていただいております。液化水素の製造プラントについてです。今日本国内で水素のですね、液化のプラントを持っている弊社ですね、自社ステーションで全国約60カ所程度ですね、水素ステーションを運営させていただいているような状況となっております。またですね、こういった自社の、プラントとはまた別にですね、再生可能エネルギー由来のプラントもですね、岩谷産業はですね、本気で水素が世界を変えると信じております。水素で世界を動かせ。システム保有者が対策しながら、よろしくお願いします。よろしくお願いします。トッコさんはですね、水素用のディスペンサーのメーカーであると同時にガソリンなんかの計量器のメーカーさんでもありますので、これからブースの方をちょっと説明していただきたいと思います。じゃあすいません、よろしくお願いします。トッコの中井と申します。どうぞよろしくお願いします。弊社のブースをご案内させていただきます。本日のブースですね、2台の水素ディスペンサーを展示しております。まず1台目なんですが、これから水素エネルギーが身近なところに利用されるというところを考えてですね、食用のディスペンサーというものを展示しております。ガソリンスタンドのようにですね、肥防箱のコストを内蔵したタイプとなっています。肥防箱コストを内蔵するというところにあたっては、漏洩のリスクだとかそういったものを低減するというところが必要がありましたので、溶接を用いたですね、ディスペンサーとなっています。やはり身近なところで水素を利用するというのは、そのリスクを減らすというところが非常に重要だというふうに考えています。本当にガソリンスタンドのような使い方ですね。水素もですね、ガソリンスタンドのようにセルフで充電ができるという、法律も整備されていますので、水素がこれから必要になっていくというふうに考えています。ただガソリンスタンドのようにですね、皆さん給油の仕方が分かっているというものではありませんので、指定さんに必要な安全対策、禁止事項の設定だとか、オペレーションの仕方のアナウンスのような画面のような、こういったものを用いてドライバーさんが充填ができるという、そういうふうな形になっています。セルフステーション用のもう1台がさらに普及が進んでいくという話の中で、ダブル型ということを予想しています。ダブル型には2つの目的があります。1つは2台に同時に充填する、水素の自動車が普及してくると、どんどん、シングル1本だと厳しいという時にダブルで充填ができる。もう1つはゆくゆくの将来的に大きなヘビーデューティートラックと呼ばれるような駐車時にガス3充填をするような、そういうことが可能なディスペンサーとなっています。これからはそういった大型の商用車がどんどん普及していって、水素が利用されていくという社会になってくると、ガス単位充電ができるもの、あるいはそれだけじゃなくて、未来が2台来ても充電できますよというような、そういう利便性の高いもの、そういったものがこれから求められるんだろうなというふうに考えています。これはガス単位充電ではなくて、2台の充電をコンセプトにしている機械ですか？ガス単位充電と2台両方できるものという、もちろん通常の未来が来たら2台で使えますよ、はいはい、大きなの来たら1本でいけます。1箇所にディスペンサーのそのノズルが2つともあるので、はい、両側かなっていう気がしたんですけど、はい、その合算も一応想定はしている。合算充填か、はい、それとも、ああそうか、合算っていうのはそんなにこう充填口が近づく、ある程度近いと聞いてます。合算充填のトラックについてはこれからの話なので、はい、もう私も詳細についてはまだお伺いしてないんですが、ただこういったニーズというものは間違いなく出てくるであろうというふうに考えています。このノズルちょっと見たことないんですけど、これはですね、日東さんの70メガのノズルにですね、トキコ製 の IR 受光部をつけているものになります。充電ノズル、過酷な状況で使われますので、そういった中でも安定して使えるようにということで、私ども IR のレシーバーを作りました。それを日東さんの先端にくっつけることでですね、合作で出来上がったというようなものになります。 IR 受光部ってやっぱりよく壊れるよね。壊れますよ。トキコさんの方で交換可能か、もちろん、トキコ自社製ですので、全部外して持っていく必要はない、はい、でしかもトキコ製ですので、信頼性が高いものです。はい、鼻で笑っちゃいけないですけど、はい、その通りです。こちらは何ですか？こちらはですね、ポートディスペンサーのポリオリリード系というものなんです。以前からそのポリオリリード系というものがございましたけども、今回展示しているものはですね、大流量を流せるタイプになっています。でこれから先ほどご説明したような乗用車の充填というものが出てくる中でですね、フローメーターもそれに応じた流量レンジが必要になる。私どもの特徴はですね、50グラムマイクから6キロマイクまでですね、非常に幅広い流量レンジを持っています。特にこの50グラムマイクのものから抜かれる、ポリオリ流化というのはなかなか、ないのかなと思います。ありがとうございます。皆様
マシンさんのブースの方にお邪魔しております。 PDC さんはですね、主に圧縮機の、メーカーさんの方になります。今日ブースの方はどんなような仕事がされているんですか。今日は特にですね、シンプルフュエルという新しい機械についてご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いします。シンプルフュエルという機械になりまして、小型の水素ステーションになります。水電解装置がついておりまして、電気と水から水素を作ります。でこちらの方で出てきた水素を圧縮して後ろ側の蓄圧器に溜めまして、で最後にディスペンサーからノズルで充電するというフルパッケージがワンセットになった機械になっております。これが新しい夏野さんのノズルになってまして、70メガでの充電を行います。35メガパスカルのフォークリフトと70メガパスカルの車向け倉庫を販売します。フォークリフト向けに関してはこのパッケージが一つで全ての水素ステーションの役割を完結するんですけれども、で内容になりますと、それとプラス先ほど見ていただいたシンプルヒュエルのパッケージと後ろに蓄圧器のユニットですね、それとこの中に入っておりますプレクールを冷やすためのこちらのブライチラ、こちらのユニットがちょっと外付けになってしまうのが車のものになります。スペース的にはですね、10メートル×7メートルくらい の設置面積になりますので、小さいんですけれども、まあ、ある程度スペースは必要というのが今現状です。一番いいのはですね、水素発生装置がここについております。あまり需要のないところですと、外からガスを運んでくるとですね、それだけでかなりのお金がかかってしまいますので、電気代はかかるんですけれども、こちらで水素を発生させた方が、まあ、小規模なステーションでは安いということでですね、でこれで、まあ、1日朝9時から夜の7時ぐらいまでのオペレーション時間で5台ぐらいの車が充填できる装置になっております。たくさんは充填できないんですけれども、まあ、地方ですね、こちらの方での需要を見込んでこちらのパッケージをご案内させていただいている形です。こちらのマイナス20度のプレクールがついてます。普通の一般的な水素ステーションですとマイナス40度のプレクールがついておりまして、3分で充填できるというふうに言われているんですけれども、1台あたりの充填時間が10分ぐらいかかるというのが、まあちょっと普通の水素ステーションとは違うところになります。可能な限り併設を目指しておりまして、水素ステーションの運営費のほとんどはですね、電気代と人件費とメンテナンス費用になるんですけれども、人件費をですね、これのために人を置いてやるというとですね、運営費が高くて水素ステーション自体が儲からないようにですね、運営していけないという状況がありますので、何かのビジネスに付随して今の事業者さんが自分自身でステーションを運用されて人件費をこれだけのために取らなくていいという、そういうメリットがありますので、小型化にこだわる理由と充電時間長くなるんですけれども、例えばショッピングセンターとかに3分で買い物終わるかというとそうでもなくて、やっぱり10分とか15分とかですね、時間がかかるものですので、こちらの時間を有効に使っていただいている間に充電を終えるというですかね、時間の有効利用とのセットで、まあ、15分を許容していただくというふうなこのコンセプトでやらせていただいております。EV の充電機、はい、とかに、まあ、コンセプト的には近いのかなっていう感じがするんですけど、EV だと30分以上っていう形なので、そうですね、コンセプトも待てないけれど10分だったら待てるかなとかだから、まあ下に書いてあるみたいに、まあ、ショッピングセンターとか、そういうところに置きませんかと。圧は70ですか。圧70メガ。70。蓄圧も82で、水と電気があればどこでも、まあ、水素が作り出せて、うん、充填できるということで。太陽光パネルを貼って、グリーン水素をここの中で全て賄えますよというのが、はい、カーボンニュートラルに対してはいいじゃないかと。はい、まあ、水素をやりたいっていうか、どちらかというとカーボンニュートラルに近づけたいっていうその会社コンセプトもあると思いますので、はい、必要電力ってどのくらいですか。必要電力はですね、最大で105キロワットが使います、はい、で、まあ、消費としては85ぐらいのキロワットパワーはになります。ずっとから動いてるわけではなくて、ね、はい、車が来て使った分だけ水素を作るようになるので、はいはいはい、例えば1日1台しか車が来なかった時には、普段蓄圧器が満載になるとアイドル状態に入ります。からはほとんど消費電力はなくて、ただ冷やしているという形になりまして、でまた車で来て充填して使うと、まあ、水素作り出すというような形になってますので、まあ、省エネのモデルではあります。水電解装置って、はい、なかなか消耗品が大変だっていう話をちょっとちらちらと聞いたりもするんですけど、はいはい、水から水素作りますの
ので、水の純度が結構大切なので、フィルター類とかですね、カートリッジの交換頻度は高いと思います。ただ、その3ヶ月とかに1回の交換で、あとお客さん自身でやっていただけますので、メーカーがわざわざ行って点検して、その点検費用がかかるというようなことはあります。今日はありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。ではカメラ目線ですね。そうですね、基本的に、はい、大丈夫です。はい、でここじゃあ、はい、で、あとそれはもうずっと入れますね。じゃあ最後に、何かスイートで世界を動かしてるよ。あ、まあ、最終的には弊社の産業用ガスの販売商社になりますので、ガスのことであればその絵紹介と言っているもらえるような。辰野さんは水素のディスペンサーを作ってるメーカーで、自社製のノズル、辰野製ノズルを、まあ、今回開発いたしました。世界初のミドルフロー2ノズルのディスペンサーになります。ディスペンサーメーカーではあるんですけども、コンポーネントの開発にも力を入れて、このコンポーネントの販売というのも見据えて、今後は活動していきたいと考えております。はい、辰野は水素の供給利用に関する技術的な、まあ、研究の、まあ、取りまとめであるというところをされているところです。こちらが水素を充填する装置になります。この燃料電池自動車、黄色いものが映ってますが、これが水素タンクで、燃料電池自動車の心臓部の燃料電池スタック。で、水素ステーションの概要を示しております。水素燃料電池自動車についています。現在の全国の水素ステーションの数、162カ所。日本の水素社会の構築に向けて頑張っていきたいと思いますので、弊社はですね、水素ステーション事業を始めようとされている企業さんに対して経済的な支援を主に行っている合同会社でございます。運営調査に活用いただくという仕組みでやらせていただきます。今後ですね、まあ、岩谷産業が描く水素がどういうふうなですね、社会になっていくのかというところをですね、テーマにしてブースの方を展示させていただいておりますので、充填基地である水素ステーションなんかもそうなんですが、今後の重要なエネルギーに変わっていく可能性があるということを、岩谷産業はですね、本気で水素が世界を変えると信じております。水素で世界を動かせ。